忙しいんだけど、何か用なの？この日はちょっと都合が悪いの。この日じゃダメかしら。ありがとう。わかったわ。それじゃ。フヌーノ君、遅れてごめんなさい。そう
それじゃあ行きましょう。賛成。外の方が気持ちいいものね。さあ行きましょう。風が気持ちいいわね。船の上だからかしら。きっと潮の香りがするわよ。ねえ、まだ時間も早いし、どこか寄っていかない？よかった。それじゃあ行きましょうか。やっぱりいつ来てもここって混んでいるわね。とりあえず入ってみましょうか。足が棒の思ったよりもたくさん歩いたみたいね。ええ、テニス部に入ってるわ。趣味は音楽鑑賞よ。自分で演奏するのも好き。時々パソコンで曲作りをすることもあるわ。いいわね。ちょっと面白そう。そろそろ帰りましょうか。今日は一日どうもありがとう。とても楽しかったわ。それじゃあさよなら。ふむうの君、遅れてごめんなさい。そう。それじゃあどこへ行きましょうか。そう、別にいいけど。ずいぶん賑やかなところね。私こういうところへはあまり来ないの。ええ、用事が済んだら他の場所へ行きましょう。私こういうところ苦手なの。今日はありがとう。それじゃあ、さよなら。流行の服でいっぱいね。でも私にはあまりピンとこないわ。
流行に惑わされたくないのよね。同じ考えだなんてなんだか嬉しいわ。今日は一日どうもありがとう。とても楽しかったわ。ねえ、一緒に帰りましょう。やはり俺の目に狂いはないな。君もそう思うだろう。最近のユキコさん、さらに美しくなったと思わないか。それでこそ俺にふさわしい女性だ。あれなやつ、お前何にも知らないんだな。ちょっと小耳に挟んだんだけどよ、ゆっこちゃん白鳥と付き合ってるらしいぜ。本当も何もここんとこその噂で持ちきりだぜ。ああ、すごいショックだよな。わざわざありがとうございます。階段の一番上から落ちてしまったんです。あまりの痛みに立ち上がれなくて、そのまま病院へ運ばれて内側側副靭帯断裂と診断されました。簡単に言うと、膝の内側にある骨をつなぐ筋肉が切れてしまったのです。でも、もう手術も無事終わりましたから大丈夫です。ご心配をかけて申し訳ありませんでした。あの、何でもありません。わざわざ来てくださってありがとうございました。